なりの離れたところですかね。なんかあの無事なんかいろいろとなんかやばいって聞いたんです。その強盗みたいなパッとひったくりで、ワックスが、はい、スピチューブ始まります。今日はまた、ね、西成なんですけど、結構ね西成の離れたところですかね。なんかあの無人駅があるってことで、ちょっとね行ってみようかなと。無人駅なんですけど、なんかいろいろとなんかやばいって聞いたんで、ちょっとね行ってみようかなと思います。すでにやばいんですけど、雰囲気的には。駅の反対側に行けると思ったんですけど、また違う、西成区じゃないところに行ってしまうということで、ちょっとね引き返します。まあでもね、上からこういう感じで見えたんで、こういうのがあるんですね。1時間に2本ぐらい。乗車駅証明書。中入るだけの、あ、入場券160。どこ行くかっていうと、なんか和歌山、和歌山市みたいですね。890円で和歌山市のものが行けるということで、
マックスが入ってますね。すごいな。誰もいない。相当古いんじゃないかなと思います。かなり古い感じの駅の屋根もね、木造なんですけど剥がれてますね。いつ頃の時代のものなのかちょっとわからないですけど、かなり古いですね。はい、というわけで今日はね、この辺で終わろうかなと思います。結構ね、ゴミが多いなと思うのと、バック類がかなり、ね、散乱してるかなと。もしかしたらその強盗みたいなパッとひったくりで捨てたのかもしれないし、はい、というわけで、西成の果ての方にある、無人駅に今日は行ってきました。なんか噂、情報ではもっと激しいゴミがいっぱいあったりとかしたらしいんですけど、かなり、落ち着いているというか綺麗になっているので、まあ、これでも綺麗な方みたいです。というわけでまた YouTube の方よろしくお願いします。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。今回ね、木津川駅にやってきたんですけど、行き方なんですけど、まあ、電車で行った方がいいかなと思います。僕は梅田から御堂筋線で動物園前まで行って、徒歩で行きました。だいたいね40分ぐらい、歩いてかかったんで、電車の方ねおすすめします。はい、というわけでね、この駅なんですが、実は1日平均利用者が100人って言ったんですけど、まあ40人とか30人の日もあるっていうことを聞きました。まあ、そういうこともあって、大都会の秘境駅って言われてるみたいです。はい。という感じで、まあ、今日はね、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。またね、引き続き、いろいろとね、上げていこうかなと思います。はい。またご視聴よろしくお願いします。それでは、失礼します。はい。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。